つれれ草第10弾イエイの月々ステップ編ですす大事な言葉や文法についいててお話をしていきます、えー、ステップ編1の方でですね、えー、良き人身分が高くて教養も高くある人の住まいについてね、えー、吉田健子が述べている途中でしたその良き人の住まいについてより具体的にお話が進んでいくようですよではね、えー、復習の「品種分解」からですよ めかしくきららかならねどこだちものふり手わざとならぬ庭の草も心あるさまにすのこ水害のたよりおかしくうちあるちょうどもむかしおぼえてやすらかなるこそ心憎しとみゆれ比較的短めですけれども。 大事な言葉が続きます。頑張ってくださいね。あとお手元に辞書を置くのを忘れずに。では始めます。今これね、し苦活用の形容詞なんです。終始形は今めかし。今めかしくはその連用形です。意味はね、現代風である。 この令和を生きる私たちにとっての現代風といえばやっぱり令和で流行っているものだったりとか、えー、一つ前の平成さらにその前の昭和の時代から見ると新しいもの現代風なもの、えー。具体的には何でしょうね皆さんそれぞれ思うところがあると思います。このような感覚というのは実はどの時代でも同じだったようですね。吉田健の生きさ鎌倉時代 その時代でも、昔とはやっぱり違うな、新しいな、どんどん変わってきたなという感覚がどの人にもあったのでしょう。あくまでね、この講座では、えー、古文の内容を解説するものですので、歴史的な背景というお話は省いていきます。ただ忘れないでいただきたいのは、歴史上どの時代を生きた人にとっても、その自分の生きている時代が最も新しかったわけです。 ですから、このように吉田健康、鎌倉時代を生きた人々にとっての今、めかし、現代風である物事というのがしっかり存在したんですね。さあ、続けますよ。きららかならこれね。成活用の形容動詞です。えー、成活用の形容動詞きららかなりの未然形。きららかという音の響きからもわかるように、えー、キラキラとして輝いて美しい様を示します。 訳す上では「きらびやかである」とするのが分かりやすいですねでは続けましょう「ね」は助動詞「ドは接続助詞打ち消しの助動詞「ず」の依然形それに接続助詞の「ドがついていますね接続助詞の「ドは逆説です「ないなにだけれども」と訳しますよコーナチこれ 名詞ですそして物振りですねこれね動詞です紙二段動詞物振るの連用形です意味はねなんとなく古びるということなんですが大事なのはこの物という子ですねこれね瀬戸字なんですよ形容詞や形容動詞にくっついて使うことが多いんですが物 は漠然とししている様子を指しますだからこの「フる」では「ふるびる」という意味しか本来ないんだけれどもそれに「もの」「なんとなく」「漠然としている様子」がくっついてこのような役になるんです。そして手は接続助詞詞それからわざと副詞です左側に書きました「特別に」とか「意識的に」という意味ですよ。 そして奈良は助動詞、ぬも助動詞です。断定の助動詞、なりの未然形、そして打ち消しの助動詞、図の連体形です。庭は名詞、のは格助詞。それから草は名詞、もは係助詞。はい、えー、庭の草という言葉からもわかるように、お庭の様子について述べているらしいですね。実際に次の行を見てください。 えー、巣の子水害とありますねこれね庭に関係する語なんですよねでは一旦続きに行きましょうわざとならぬ庭の草も心ある様に心は名詞あるは動詞様は名詞には助動詞スラスラと行けましたか心 という名詞を辞書で引いてみてください思ったよりもたくさん意味があるでしょう。その中でね今回、えー、文脈上味わいという訳が良いのではないかと思いますこのね心という語を見て辞書を引く前に皆さんはどんな意味だとイメージしていましたか気持ちとか感情 と自分で決めつけてしまっていた方も決して少なくないはずです。心の意味非常にたくさんあります。あとえ心を使った決まった表現もたくさんありますよね。辞書を引いてますよね。古、えー、文においてですね、一つの語で複数の意味を持つということは非常に多いんですね。えー、それが皆さんを少し古、えー、文が難しいと思い込んでしまうきっかけにもなってしまっているわけなんですけれども、 ということはね、辞書を引いてみると、具体的にどんな意味の違いがあるのか、使い分けがあるのかもわかるようになってきます。わかるということの第一歩は調べることからです。ぜひね、面倒がらずに辞書を引いてくださいよ。お願いしますよ。次、あるです。動詞。ラギ変革活用動詞。ありの連帯系。様はそう、名詞です。えー、そして漢字で書くことはできますね。こうですよね。 はい、様子のようですね。それから2は助動詞。断定の助動詞なりの連用形です。それからすのこ水害ですね。まずすのこですけれども、神殿造りという貴族や身分の高い人が住む住居があります。その住居の建物の周りにある縁側のことなんです。 このね、えー、建物の周りの縁側は板敷きになっています。そのねあの板と板の間に隙間が空いてあるんです。そのことによって、えー、雨水が流れてたまらないようになっているんですね。それをすのこと言います、えー。この講座では、えー、辞書を手元に置いて勉強していただくことをお勧めしております。ですので、す、えー、のこ、実際に辞書を引いてみると、えー、しっかりと図で解説してあることがほとんどです。見てくださいね。 それから水害と読みますえ。水垣とも言ったりもしますが、多くの場合水害とルビが振られていることが多いですよ。じゃあね、この水害ですけれども、えー、透き通っている、透けている垣根と読めますね。簡単に言えば庭にある垣根です。あの庭をね、この水害、垣根で覆うことによって中が見えにくくしてあるんです。 見えにくくということにポイントがありましてねあの板とかね竹でできてて隙間が空いてあって作ってあるんです覗こうと思えば覗けちゃうこれがねあの古文の特に源氏物語などをこれからえ学習する上で結構重要なポイントになったりもしてきます身分の高い人たちの男女の出会い方それにね一役買ってたりするんですよ まあただこのつれずれんごさんの,この第10弾においてはそこまでのお話はしていませんあくまでも家の住まいの作りそしてお庭について今述べていますので庭にあるすのこそして庭にあるその水害の様子がどうなのかという話をしてますよではのは格助詞ですそれからねやっぱり大事な語が連発しますね頑張りましょうね頼りです はい、頼りは配置ですね。ですので、この次のお菓子が分かればある程度スラスラと訳せるようになります。頑張ってください。お菓子そう形容詞ですよね。はい、改めまして、終止形がお菓子でおかしくは、その連用形はい。興味を引いて趣深いという意味ですよ。ではここで。 一旦現代語訳やってみましょうか、えー、詳しくはジャンプ編でお話ししますので今皆さんは聞くだけで結構です書かなくても大丈夫あのむしろね、えー、っと一個一個の語の意味や文法を見てきたわけなんですけれどもそれをつなぎ合わせるという感覚を忘れないでください現代風であってきらびやかではないけれども子立がなんとなく古びていて 意識的ではない庭の草も味わいある様子であってすのこや水害の配置が趣深くってね訳せるようになってきたでしょ身分が高くて教養も高くある人の住まいはこんな感じだって言ってるんですよ。それからまだ続きます。うちあるょども昔覚えて うちある、これね、動詞ですえー、らへんどうし「うちあり」の連体形、えー、何気なく「ある」という意味なんですけれどもそうこの「うち」が重要なんですよね。さっきねモノフルの「もの何々」が大事これである特定の意味をプラスしてくれるんですね。じゃあ「うち何々」も同じ何かといえば 代表的な意味として「ちょっと」とか「少し」ということになれば「うちあり」で「ちょっとある」ってなっちゃうんですけどこれね何が「ちょっとしてる」かといえばえ雰囲気が「ちょっとしてる」っていうことなので何気なく。何気なくあるこういったニュアンスになります。じゃあ何気なくある何かといえば「ちょうど」これもね大事ですよ名詞です。 現代語でもね、このちょうどという言葉は使われますよ。そしてね、意味も全く一緒なんですけど。ただ、あのー、この第8章をご覧になっている方はね、ほとんどの方が高校生のはずなんですね。そうなった場合、日常の言葉でちょうどというのを聞かないはずなので、補足としてお話をしておきます。ちょうどというのはですね、いわゆる家具や日常の道具を指します。はい、えー、ちょうど品 といえば家具や身の回りの道具の品と思ったら結構ですえーとですね日常の道具って何なのと思いますか例えば鏡とかあとはたくさんありますけど、えー、食事をするのに使う道具とかそういったものを指しますよさっきねあの庭の様子について吉田健康は書いていました次は家の中の様子です 置いてある家具や日常の道具がどうなっているかっていうとはい続けましょう文は係助詞。それから昔これ名詞ですねそして覚えですが動詞です終止形わかりますかはい野行下り団活用動詞覚えその連用形が覚えですよ意味はね思い出されるということでこの昔覚えですが こんなような意味になります古風に感じられるねあのね、えー、このステップ編2の初めの部分今めかしくきららかならねどとありましたね現代風であったりきらびやかではないわけだけどって言ってますね、えー、現代風今めかし ということ、相対する関係で、昔、覚え、古風に感じられるという語が使われていますね。では、手は接続助詞。はい、最後の部分です。安らかなる。これはなり活用の形容動詞です。終止形は安らかなり、それの連体形。はい、穏やかで落ち着いている様子を指しています。それからこそは係助詞。 もう大事なことが分かりましたよね。えこ、ー、そはそう係結びの法則になる係助詞ですね。文末の形を見てみましょう。はい、みうれ終止形みゆそれの已然形ですね。ことの結びは依然形です。はい、係結びのこそは脅威となります。えー、筆者の書き手の。気持ちがこもっていると考えてください。 訳す上では、まさになどの語を補うのがいいですね。次です。心憎し。苦活用の形容詞、心憎しの終止形です。意味は、奥ゆかしいです。さあ、文末でもないのに、どうして終止形なのかと思いますかそれはね、次の格助詞のとが握っています。格助詞のと、引用で使われる場合、その直前の語の形は終止形になることがほとんどです。 えー、格助詞引用ののとととはセリフ終わりのととも言います、えー、詳しくはね第7章でお話ししていますしまたこの講座を、えー、中学古典読解の章からご覧になっている皆さんにとってはいかにこの格助詞引用の「と」が重要なのかをすでにご存知のはずですね。初めて聞いたという方はぜひねその講座に戻ってお話を聞いていただきたいと思います。さあ次がラストですにゆれ はい矢業下二段活用動詞美優の依然形です何々と思われるという意味を持っていますはい短いですがなかなか骨太な文章でした何度も何度も辞書を引いてそして時間をかけて学習なさった方が多いと思いますそれでいいんですこれだけの内容のある文章をすぐできてしまったあっという間に終わっちゃったあとは覚えるだけだと思うのは間違った思い込みです 古文を学習する上で、現代語訳の丸暗記だけけは避けなければなりません。暗記できたその内容だけは理解できたかもしれない点は取れるかもしれないけれども皆さんの最終ゴールはきっとね模試や入試問題当日本番で納得のできる結果をもたらす点を取ることでしょ。 その時に現代語訳や文法事項の丸暗記ばっかりしてきた人はいざ大事な場面で何にも力を発揮することができなくなります。それって損だと思いませんか大事な局面で失敗するようなリスクをはらむよりも普段からの勉強を一つ一つ大事にしてしっかりと疑問点は調べながら辞書を引いたり助動詞一覧表や助詞の表を見ながら納得して 自分の力で進めていくようにしたりどころですよねこの講座はねそんな皆さんを応援していますよそれでは吉田健康の言う身分が高く教養も高くある人のお住まいについてのお話は一旦ここで終わるようですただね吉田健康の住まいとそこに住んでいる人との関わりについての考えはまだまだ書かれていきます ステップ編三に進んでくださいねつれずれさ、第十0弾家井の月々しくステップ編以上です